野球フィリピン代表は、フィリピンにおける野球のナショナルチームである。フィリピンは、アメリカ文化の影響を強く受けていることもあり、プロリーグこそないものの、アマチュア野球は盛んであり、1954年に開催された第1回アジア選手権で優勝するなど、アジアでは常に上位争いに加わっていた。中国などの台頭もあり、 当初と比べて弱体化したものの、現在も、なお国際大会にコンスタントに出場している。近年では、タイの成長が目立ち、2007年の、東南アジア競技大会では、タイに、決勝で敗れ準優勝など勢力ずに、変化の兆しも見える。近年は、投手を中心とした守りの野球が主体。ベテラン選手が多いのも特徴。2007年に、セミプロのリーグ戦である。 ベースボールフィリピンが開幕した。リトルリーグマニラに加盟しているチームは、大手企業が母体、スポンサーとなり、チーム名の頭に、スポンサー企業名がつく。各本拠地があり、マカティシに本拠地を持つチームは、アメリカ大手運送会社が、スポンサーにつく。TNT ジャイアンツなど。また毎年、夏にリトルリーグ世界選手権が、アメリカで行われ、 各リーグのオールスター選手がそのままフィリピン代表となり7月のアジア予選に挑む。2003年シニアリーグアジア予選で台湾を破り初優勝。世界選手権で挑むもグループリーグでプエルトリコなどに大敗し4戦全敗。この時の代表メンバーは日本国籍を持つ選手が3人出場し、また7割が二重国籍の選手である。秋春星を使用している。また、 各リーグの選手は高校の部活チームに所属し、リーグの試合がないときはポニーリーグなどの試合に出て試合数を補う。ありがとうございます。